オールソープは、イングランドのノーフォーク州にある中世集落の遺跡、リートルスノアリングの小教区の中にある。リートルスノアリングの南東に位置し、フェイクナムの町から南東に2マイルほどのリッチからは北西に23マイルほどの A148 の北側に位置している。この村は、ノーフォーク州において、廃村となった200カ所ほどの集落の一つであり、16世紀には、おそらくは、 当時の領主が土地を囲い込んだために人が住まなくなったものと思われる。歴史的文書においては、オールソープという鉄字で言及されることもある。オールソープは、ドゥームズデイブックでも言及されている。そこで、オールソープは、オールソープという鉄字で記録され、小さな集落で、課税評価0.6ゲルドとされていた。土地の所有者は、国王ウィリアム一世とされていた。 1985年には当地からアングロサクソン時代末期の円形ブローチが発見された。オールソープはノミナビラルムにも記載されている。その調査においてオールソープは1272年には30個からなる村であったとされたが、1329年には納税者が12人おり、1332年には11人、1377年には12人と、 推移した。1496年には、一家の長、古種にあたる者が10名いたことが記録されている。この村は、16世紀に、おそらくは、囲い込みの結果、放棄された。小教区の教会は、諸世人に捧げられたもので、1552年には、教会として使われていたが、1602年の時点では、納屋に転用されており、修繕も、ままならない状態になってい、 教会の敷地とされていた場所からは、1962年に教会の建物の移行が出土した。19世紀半ばの時点で、オールソープはギャローハンドレッドの中でも極めて強小な地域とされており、1869年には独立した小教区が置かれたものの、宗教儀礼などはフェイクナムと合併で運営されていた。当時の小教区は、その後、 リトルスノアリングの小教区に統合された。当地の小教区は面積240エーカーほどの農地であった。1869年の時点でそこには1軒の農場があり、人口は4人であった。人口は1891年に9人、1911年には再び減少して5人となっていた。現代の建物であるオールオープホールはかつての村の跡地に建てられている。 教会の跡には一本の木が立っている。おそらくは、街路の痕跡か住宅跡と思われる、低く、あまりはっきりしていない土類が散在しており、ホールに付属して残されている門石で作られた納屋は、1677年に遡るものである。廃村跡から南東方向にある A148 沿いには、オールソープコテージ図と称される、小規模なコテージの列がある。 ありがとうございます。